今日は久しぶりにですね、YouTube、まあ、ネタがないので、夕飯ですね、ラーメンを作ってみたいと思います。インスタントラーメン。すでに切ってるキャベツがあるんですけども、キャベツを入れます。あと玉ねぎですね、これ。玉ねぎ。玉ねぎを、まあ、適当ですね。適当に。あと卵ですね、卵。卵は殻とかが入ると嫌なんで、あらかじめ割っときます。インナーあります。冷凍ウインナー。これこう。2本ぐらいかな。入れる。食べてお別れしたいと思います。